サルギス・サルグシアンは、アルメニア・エレバン出身の男子プロテニス選手、ATP ツアーで、シングルス1勝、ダブルス2勝を挙げた。自己最高ランキングは、シングルス38位、ダブルス33位。身長180センチメートル、体重75キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 サルグシアンは4大大会の男子シングルスで2003年全豪オープンと2004年全米オープンで4回戦に進出し全仏オープンとウィンブルドン選手権でも複数回の3回戦進出を果たしている。男子テニス国別対抗戦デビスカップでもアルメニアが1996年に初参加した時からずっとデビスカップアルメニア代表を支え 当地のスポーツ史に大きな足跡を残した。サルグシアンは7歳からテニスを始め、アルメニアのスポーツ選手育成機関で学んだ後、1993年からアメリカに留学した。アリゾナ州立大学の学生テニス選手だった頃、サルグシアンは同大学で最初の NCWA シングルス選手権優勝者になっている。1995年にプロ入りし、 主催者推薦で初出場した全米オープンでいきなり3回戦に進出した。翌1996年アルメニアはデビスカップに初参加を果たす。5月下旬にイスタンブールで行われた最下位グループヨーロッパアフリカゾーングループ3の総当たり戦がアルメニアのデビスカップ初挑戦であった。1997年7月。 サルグシアンはテニス連動選手権で初の ATP ツアー決勝に進出し、ブレット・スティーブンを7から6、4から6、7から5で破り、ツアー初優勝を達成した。それから、サルグシアンは全仏オープンで1998年から2000年の3年、連続3回戦進出を果たす。この3年間、彼は、ティム・ヘンマン、ウェイン・フェレーラ、チャン・シャルケン、 アルノー・クレマンなどの競合選手を撃破し、1999年の3回戦では、大会前年優勝者のカルロス・ゴヤと対戦した。2001年には、ウィンブルドン選手権で初の3回戦進出を果たしている。30歳を迎えた2003年、サルグシアンはテニス経歴で最も充実した年を送った。この年、彼はツアーでシングルスに大会に準優勝。 ダブルスで2大会優勝、全豪オープン4回戦進出などの戦績を記録する。それまで、全仏オープンウィンブルドン、全米オープンの3回戦に勝ち上がってきたサルグシアン。だが、この全豪オープンで初の4回戦進出を決めた。3回戦で、地元オーストラリアのマークフィリップスを破ったサルグシアンは、初進出の4回戦で、ウェイン・フェレーラに3から6、4から6、 6から3、3から6で敗れた。その後インブルドン選手権でも2年ぶり2度目の3回戦に進出するが、フアンカルロスフェレーロに敗退する。同年の秋に、サルグシアンは、ロシアでの2大会で決勝に進んだが、9月末のクレムリンカップ決勝では、テイラー・デントに、10月のサンクト・ペテルブルクオープンでは、グスタボク・エルテンに敗れ、6年ぶりとなるツアー2勝目の、 チャンスを逃した。2004年のシーズンは全米オープンで4回戦進出があった。1回戦でアレックス・コレッチャ、2回戦でアテネゴリンの単服金メダルを獲得したニコラス・マスを破って勝ち進んだサルグシアンは4回戦でアンドレ・アガシに3から6、2から6、2から6のストレートで完敗した。サルグシアンはオリンピックのアルメニア代表選手としても 1996年、アトランタ五輪と2000年シドニー五輪、2004年アテネ五輪の3度出場を果たしている。アトランタではダニエルネスターとの1回戦に勝利しているが、シドニーとアテネでは初戦敗退に終わっている。2005年ウィンブルドン選手権1回戦でニコラス・マスウに敗れた試合が、彼の最後の4大大会出場になった。2006年7月、 デビスカップで、イワンドディフに敗れた試合を最後に、サルグシアンは33歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。1997年全米2回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。